海軍犯罪捜査局とは、アメリカ合衆国海軍省参加の法執行機関で、ある。旧称、海軍捜査局。1991年に改称した。NCIS バジ捜査局員は、連邦捜査官なので、保持者番号は裏面に打たれている。また身分証明書は、FBI や連邦保安官のもの同様、長札入れ形式2400人の構成員のうち、約半数は、 特別捜査官である。彼らは世界中で多種多様な任務を遂行するために訓練されている。海軍犯罪捜査局特別捜査官は連邦法犯罪を管轄する捜査官であり、武装が許容されている。軍の捜査機関ではあるが特別捜査官は軍人ではなく文官であり、よって海軍憲兵とは明確に地位が異なる。 入局資格者はアメリカ市民権を持ち4年生大学を卒業している36歳までの成人。海軍犯罪捜査局特別捜査官は法科学、監視と監視対抗策コンピュータ捜査、フィジカルセキュリティ、ポリグラフ捜査などに熟練した様々な専門家のバックアップを受けている。任務は脱走兵の追跡逮捕、海軍と海兵隊内部で行われる汚職や、 犯罪の捜査、承認保護、国境を越える、麻薬犯罪、反テロリズム、テロ対策、大規模国際詐欺、コンピュータ犯罪と、防御用活動などである。任務地は、米国内の海軍基地、海兵隊基地、世界中の米軍基地と、米海軍航空母艦。あまり広報活動を行わず、担当事件の報道もされていなかったため、 世間にはほとんど存在を知られておらず、地方へ捜査に行くと、地元の保安官にも G メンだと信じてもらえず、ワシントンの海軍省に電話してもらって、やっと身分が確認されるという事態も起きていた。後に制作に協力した t v ドラマ、NCIS ネイビー犯罪捜査班のヒットのおかげで、認知度が急上昇し、他機関の捜査員に協力を求める際にも、 スムーズに話が進むようになったという、ありがとうございます。